女性が選ぶ一緒に夏の花火を見たい芸能人ランキング。2位は佐藤健1位は暑い夏がやってきますね。海やジュール、レジャーに花火大会など楽しい夏のイベントが盛りだくさんです。そんな夏の風物詩といえば花火。夏の夜空に咲く花火は多くの人々を魅了し心を踊らせます。 今回は自家用車を使って家族で長距離ドライブを楽しむドライバー1000人を対象に女性が選ぶ一緒に夏の花火を見たい芸能人のランキングをご紹介します。第2位に輝いたのは佐藤健さんです。2007年にテレビドラマ仮面ライバー伝王で主演デビューを果たし、その後もルキーズ、義母と娘のブルース、 恋は続くよどこまでも、など、多くの話題作に出演しています。特に、ルローにケンココロ、シリーズでの主演は多くのファンに支持されました。佐藤さんの演技力と存在感は幅広い視聴者を魅了しています。中でも、ルローにケンココロ、の役柄は多くの人々の心に残り、和服姿などから花火が似合うと感じる女性が多かったようです。 彼と一緒に花火を見ることで、彼の演じるキャラクターに思いを馳せ、夏の夜に二人のロマンチックな時間を過ごしたいと願うファンたちの心をくすぐったのでしょう。そして、第一位に輝いたのは、平野市さんです。元、キングプリンス。 のメンバーである彼は2018年にシンデレラガールで CD デビューし、その圧倒的なルックスと実力で多くのファンを魅了しました。ドラマや映画にも出演し、演技力も高く評価されています。特にテレビ番組や雑誌で披露した浴衣姿は多くの女性の心を奪いました。 彼の魅力的な姿に憧れる女性たちが彼と一緒に夏の花火を楽しみたいと願って投票した結果が1位に輝く原動力となったのでしょう。夏の花火は一人で見るのも良いですが大切な人と一緒に楽しむのも格別です。 思い出深い夏の花火大会を大好きな芸能人と一緒に過ごす、そんな素敵な夢を持つ女性たちがこのランキングを支配しているのです。芸能人たちもファンの熱い思いに応えるかのように、夏にはイベントやコンサートを開催することが多いです。夏の夜に芸能人と共に花火を楽しむ幸せなひととき。 ファンとアイドルが心を一つにし、感動と笑顔が交差する瞬間。それは、まさに夏の魔法です。ただの花火大会以上の、特別な夏の思い出を作りたい、そんな思いを胸に、ファンたちが日々芸能人を応援しています。そして、夏の花火大会が迫るにつれ、期待とワクワクが高まっていくのです。 夏の夜、涼しい風が心地よい夜空で輝く花火。それは私たちにとって特別なショーであり、心のよりどころでもあります。芸能人たちが輝くステージにファンの思いが重なる瞬間。それが夏の花火大会の魅力なのです。ランキングを見た読者の皆さんも、ぜひ夏の夜に花火を見る機会があれば、 大好きな芸能人と一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。ファン同士が集まるイベントやライブなどで芸能人と一緒に夏の夜を盛り上げる、そんな経験が素敵な思い出になること間違いありません。また、ランキングに入っていない芸能人でも夏には様々なイベントが開催されます。自分の死の芸能人が参加するイベントに参加して、 彼らの魅力を存分に堪能してみるのも良いでしょう。ファン同士の交流が深まること間違いなしです。夏の夜空に咲く花火。それは私たちに元気や感動を与えてくれる特別な存在です。自分の大好きな芸能人と一緒に見る花火はきっと一層輝くことでしょう。